はい、おはようございます。スピークです。2024年1月の13日土曜日、はい、今日はこちらスタルヒン球場、北海道旭川の球場ですね。こちらにちびっこスキー場というのがあるのでやってきました。どうぞ。はい、イエーイ。これですね、ちびっこスキー場、ちびっこスキー場ですね。はい、こちらです。ライター営業を書いてある、今日は13日、今日だからライター営業しますね。6日7日13、20、27、39、あと3連休ですね。あ、そうか、雪まつりがあるんですね、うん、ここは期間は、午後7時まで、それ以外は午後4時までオープンするとのことです。はい、さーて、どんな感じなんでしょうね。というか、私が滑っていいような環境がどうか分かんないんで、今ブーツも板も持ってこないでおきました。うん、どういう状況なんでしょうね。話を聞くに、球場の、要するに野球場ですね、野球場の観客席の傾斜あるじゃないですか、座面がないところ、あそこの傾斜のところに、まあ、要するに雪ぶっこんで、そこで滑れるようにしてあるというふうに話を聞いています。球場だけあって結構歩かされますね、規模あるんでね。一応ここ花坂かな、スポーツ公園というね、一応ね、名前にはなるみたいです。向こう側に旭川秋田高校高等学校があります。いや、そりゃ野球場なんて来るのね、いつぶりでしょうね。多分最後に行ったのがね、西武球場、西武ライオンですね、西武球場に行ったのが多分ね、20年前とかですかね。そんなレベルじゃね、やばい、年齢がバレるね。まあ隠してないけど、はい。自転車三塁側後方の駐輪場に置いてください。はい、いや結構歩くな。こんでもし行って、実はね、滑っちゃね、大人は滑っちゃダメよって言われたらね、結構がっかりするんで、これはね、ブーツ履かずに来てよかったのかもしれないし、逆に言うと、もし滑れちゃった場合は、今日滑るかどうかっていうね、選択をね、これからしなきゃいけないですね。うん、はい、ドローンやラジコンヘルなどは法律により禁止されてます。はい、てか本当歩くな。バラバラ歩くで、どんだけ歩くんや。うん、はいはい、ちびっこスキー場、スケート場行きです。いや、遠いね。これね、結構ガチめにブーツ履いていくとね、地獄ですね。うん、この距離ブーツ履いてスキー板担いでね、私歩きたくないです。うん、なのでね、滑れるか滑れないかは別として、ちょっと今日そうしなくてよかったかもしれないですね。また改めて旭川ステイするときに、時間あるときにちょっと来ようかなっていう感じがしますね。まあ、今日はとりあえず記念にこんなゲレンデがあるとよっていうね、感じでね、はい、私の滑走シーンなんてね、絶対ね、球場のだって観客席でしょ、多分滑走時間ね、10秒ぐらいで終わっちゃうからね、それのためにね、着ていくのがね、まあ、YouTuber っていうバカな生物なんですけど、インフルエンサーなんですけど、まあ、ちょっとね、今回はね、そこまでしないでおいて、もうちょっとね、もうちょっと他のことに有意義に使っていこうかなと思いますね。はい、そろそろですかね。外野席入り口エントランスですぐそこに、はい、球技場って書いてあります。まあ、スポーツ公園スケートって書いてあるね。貸しスキーもあるね。あ、ここか、なるほど。で、なんか書くんですね。はい、記帳お願いします。記帳っていうか、まあ、大人か子供かだね。大人です。はい、という感じですね。うん、
へえ、面白い。そこに通りあります。はい。で、チューブがある。はい、チューブも無料だと思います。これチューブで遊ぶべきかな。そして、めちゃくちゃ子供がいる。はい。あ、そんな感じ。あの、これね、スキー板持ってくるとね、品種物だったね。これね、スキー板持ってこなくて正解ですね。幼児用コース、ツーリングコース、そして、一応奥にスキーコースってありますね。ちょっとそっちだけ見に行きますか。いや、本当子供たちがいっぱい、そして基本ここはねチュービングで遊ぶところですね。はい、奥にスキー場はねあるよ、あるけどね、あの行ったらねマジね品種もね、私が行ったらね品種もなんで、これは滑らないでおくのが正解です。いや面白い。いや、こんなとこあるんやな。はい、ここが、一応目的のスキー場です。はい、一応スキー板持ってきてるお父さんがいるけど、まあ空いてる時に改めて私来ようかなと思います。うん、今日のこの混んでるとこじゃないな。はい、あそこにちびっこスキー場うんぬんかぬんって書いてありますね。で、ここら辺の親切でちょっと埋もれるんで逃げます。はい、という感じでね、あのごめん、来てみたらね予想外の、ね、状況で驚いてます。うん、めちゃくちゃね子供が溢れてる。はい、ね、めちゃくちゃね、あのとどまることなくね、チュービングがね飛んでくる。うん、面白いですね。で、まあ普通にこの辺雪溜まってるんで、雪遊びするにもいいんじゃないかなと思います。はい、今日の動画はこれでいいよね。あの、これメンバーシップにしようかなと思ったけど、まあ全体公開でご紹介していきましょう。はい、なかなかね球場のホームページだけだと、あのこのスキー場の実態ってよく分かんなかったんで、まあ私がこうやって訪問して、あのこうやって歩いてきたことの様子を示すことで、あ、このスタールヒル球場ちびっこスキー場の様子が伝わるかなと思います。それじゃあまた次の動画ね。まあこの動画を見て本当ね、地元あるいはあの旭川にあの冬に観光できたお家族の方、雪遊びするのにここねすごくいいです。うん、なのでね、あのぜひとも遊びに来てもらいたいですね。はいね、こんな感じで北海道とか日本中のゲレンデの様子をご紹介していってます。この動画面白かったら参考になったらグッドボタン、チャンネル登録、その他もろもろよろしくお願いします。コメントとかメンバーシップ登録とかも大歓迎です。それじゃあまた次の動画でね。じゃあね、バイバイ。